坂崎孝之助の桃色フォーク村ネクストは CS 放送富士テレビネクストで月1回放送されているフォークソングなどをアコースティックで披露する音楽番組ザ・アルフィーの坂崎孝之助と桃色クローバー Z がゲストミュージシャンを迎えて生演奏生かでセッションを行う生放送番組であり120分 CM なしで進行される お台場フォーク村デラックスの会場に使われた、ゼップ東京同番組の源流は2003年に、富士テレビ主催の夏のイベント、お台場冒険王の中で行われた、坂崎孝之助のお台場フォーク村と題した、ライブコンサートである。同年8月25日にスタジオドリームメーカーで、第1夜が行われ、2007年の第20夜まで、毎年夏季のイベントとして継続的に開催された。 その後スタジオドリームメーカーの閉館に伴い、2008年から会場をライブハウスのゼップ東京に移し、坂崎孝之助のお台場ホーク村デラックスと銘打ち、同時期に2から3日間のライブを開催していた。これらのライブでは、坂崎を村長と称し、メインアクトに、1970年代、1980年代を代表するホーク歌手を中心として、時に、 新進気鋭のミュージシャン、さらには地上波の音楽番組、堂本兄弟新、堂本兄弟とのコラボレーションなどを展開し、2013年の第38夜まで公演が行われた。2014年9月から、スカパーケーブルテレビ向けチャンネルである、フジテレビネクストに舞台を移し、桃色クローバー Z がメインアクトとして加わり、スタジオライブとして、 毎月1回の生放送で開催することになった。番組では、坂崎とも黒クロがアコースティックセッションを中心に視聴者からのフォークソングのリクエストを生演奏する。また、毎回ゲストを迎えてのセッションも行われる。テレビ放送第1回にあたる第39夜において、坂崎は、今回は、ザ・アルフィーの結成40周年もあり、マネージャーが、 今年はフォーク村は無理かもと言っていたが、菊池が a y TV 推進部に移動したその勢いで、フォーク村もフジテレビネクストに移動してきたと述べており、CS 放送への移動は2014年のステージイベントの代替という位置づけとともに2015年度からのステージイベント再開を念頭に置いたプロジェクトの位置づけをなしている。なお、ももクロは音楽番組では、 初のレギュラー出演となる。音楽監督を務める竹部里氏、総本公平及びダウンタウンももクロバンドから加藤、泉、佐藤大五らが、レギュラー出演して演奏する。放送は、木曜日が基本。原則2時間の放送枠だが、実際は差しに収まらずストリーミング配信サービス。富士テレビネクストスマートでは、フル放送していた回があり、CS でも、 後日再放送するときは完全版として2時間を超えたフル放送をするようになった。そのため2時間経過の時点で一旦締めのコメントが入るが収録自体は続いている。第43夜までは1時間59分の放送で CM を挟んでいったが第44夜から CM なしの2時間放送となった。タイトルには坂崎孝之助のお台場フォーク村時代からの 投資番号として、第、夜を吹きした後、サブタイトルが付けられている。第60夜、あやだかネーション、坂崎幸之助の桃色フォーク村ネクスト、エピソード第60、90、2016、フジテレビネクスト、2019年7月26日、閲覧。第39夜、スクリプト、 坂崎孝之助の桃色フォーク村ネクストエピソード第39 18セプテンバー2014フジテレビネクスト2015年11月1日閲覧 AB 第63夜リ坂崎孝之助の桃色フォーク村ネクストエピソード第638セプテンバー2016フジテレビネクスト2019年7月26日閲覧 ただし初回から解禁で出演を続けていた、加藤泉も、第74夜にて不在だったため解禁者はいなく、なった。桃色フォーク村ネクスト第52夜、第77夜など、桃色フォーク村ネクスト第70夜など、桃色フォーク村ネクスト第41夜、桃色フォーク村ネクスト第56夜、桃色フォーク村ネクスト第59夜、 第78夜など本番終了直前の玉井、しおり、および3月18日放送の K、エストランスミッション内での坂崎孝之助の発言による、ありがとうございます。